こんにちは、ホークス公式インスタグラムライブ配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日から、第4クールとなりました。で、ね、練習を終えた選手と一緒にこの時間をお届けしていきたいと思います。では今日の選手は、まあ、今一瞬さっき後ろ通ったんですけどね、お願いしていいですか。さあ誰が登場するか。なかなか登場しないですよこの人は。座ってください。早く座ってください。え、一瞬で超えたじゃん。そうですよ。はい、ということで松本裕樹投手です。よろしくお願いします。なかなかねこういうねライブにねなかなか登場しない、なかなか来ないですね。私の中でも結構レアキャラな感じがあるんですけどね。だってライブ、こういうライブ配信とかはしたことないでしょ。まず持ってないと思う。あったかな。あっても 2,3 年前に1回。え、あるとかもしんない。ある、申し訳ないですが、やりそうにないイメージ。それは自分からはやらないです。誰かしらとね一緒にっていう感じだろうし、やらされてはいい。今日もやらされてる感じですもんね。もちろんですね。さあということで、このねファンの皆さんと一緒に時間を過ごしていただきたいんですが、びっくりとかでも待ってましたっていう声もありますよ。まあね、今日そうやってこうやって流れてくるファンの方のコメントと質問、来る質問にお答えしていただきながら進めていきたいと思います、はい。さあまずはね、今日はちょっとだいぶ疲れたっていうふうに言ってましたが、いや疲れましたね。もうだってね、第4クール初日なのにね、だいぶ動きましたね。特集が入りましたね。特集結構今日も厳しかったですか。私はつもりのせいでだいぶ長引きましたね。どういうことですか。連続で20球取らなきゃいけなかったり、妥協してもらって10球とかだったりしたのを、ラスト1回が3回ぐらいエラーしてんつもりが。つもりがそう。そのたんびにやり直しになって一からだから。ああなるほど。そう、まあね、松本投手はねかなり運動神経もよく、そういうところではあまりミスしないイメージはありますし。そうだね、1回だけだったね、エラーしたの。おお、素晴らしい。じゃあほとんどつもり投手のせいということ。そう、ほとんどほとんど。本当にお疲れ様でした。それそれ。まあ、このねキャンプも第4クールですけど、ここまでどうですか。ここまで、そうですね、まあ、体作りとかやりたいことはできているかなと思います。その自分の目標というか、このキャンプでやりたいことっていうのは一番どういうところだったんですか。まあ、まずはあれですね、体作りとトレーニングっていうところがこのキャンプで自分の中では目標にはしてたので、はい。まあ、いい感じで来てると。まあそこには、はい、しっかり取り組めてますね。あ、どうですか、その雰囲気的に、まあ、若い、ね、選手が多い中で、まあ引っ張る感じでもないし、自分のことを淡々とやってる感じですかね。そうですね、はい。まあまあやることをやってくる、はい、っていう感じですかね。まあね、来年に向けてっていうところがね一番大きいでしょうから。さあ、それではこのコメントだったり質問に答えていただいたりっていうしていきながらですが、はい、もう質問も結構来てるんですよね。そうですね、なんか和子さんに映ってほしいっていうのがいっぱい出てるんで。いや、もう変わりますか。変わりません。そのままお願いします。でもなかなか、今日もタオルとか見ましたよね。
今日もはい一人いましたね。いらっしゃいましたよね、はい、ご自身の松本投手のファンって結構やっぱいらっしゃるって自覚してます？いや自分の中ではレアかなと思ってます。あ、そのタオル持ってくださる方。そうそうそう。球場内とかでもねボードとかも多いと思うんですけど。ああ球場のドームとかはあんまり見えないけど、どうですかね。そんなにいますかね。ではではどうします。このコメント拾っていくか、はい、質問に答えていくか。質問とかあるんですか。質問あるんです。このハテナのところで。そんな機能あるの。ってやればこうやっていっぱい質問が来るんです。どうしますか。どうやって質問するんですか。コメント以外で。コメント以外で見てる方がこうやって質問を送れるんです。なんかあります？結構でもやっぱお子さんのことね皆さん気にしてやっぱ可愛いですかっていうあれがありますが、可愛いですね。言っておきますかこれじゃあ。これを押したら、ファンの方に見えるように。この質問が来てるって。そう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 。あ、なるほどね。一日置きます。押しますね、これ。こんな感じで。会いたいなって思う時ありますか？そうですね。まあ、奥さんから写真とか送られてきたりすると、うん、会いたいなというか、可愛いなって思いますね。どうですか？自分に似てきてますか？そうですね、自分では分かんないですけどめっちゃ似てるっていう奥さんからなんか写真送られてきて。ほうほうほう、いいですね、はい、やっぱねちょっと離れてるとねなかなか。そうですね、全然会えてないんで。うん、まあ終わったらね会えますからね。はい、それまでは頑張ってください。はい。お風呂入れたりしますか？お風呂は、まあ、時間あるときはやってましたね。ほう、はい。まあ、ちょっとね、本当すぐ遠征に行ったりとかキャンプに来たりでなかなかね一緒の時間の方が少ないんですか？そうですね、全然生まれてからどれぐらいだろう、でも本当に1ヶ月一緒にいる時間がまだないぐらいですね多分。そうか、はい、だって松本裕樹さんパパですよ。パパですよ。はい、チームでは誰と仲良しですか？結構この質問も来ますね。そうですね、誰とというか特別ずっと一緒にいる人はいないですね。なんかそれぞれの場所でなんかそれぞれの人とって感じのが多いかなとは思いますね。それぞれの場所でそれぞれの人、もうキャッチボールの時とかランニングの時とか、まあ、トレーニングの時とかで、まあ、それぞれ違うんで。ああ、なるほどね。そう、常に誰かと一緒っていうのはないですね。はあ、はあ、まあみんなとまんべんなくって感じが多いですね、比較的。でも、だいたい野球の話でしょ。そうやって、が多いと思いますね。同級生と、あ、そうですね、この年代本当仲いいですよね。そうですね、みんな結構仲良しですね。だって甲斐野投手いて栗原選手いてってなった時に、はい、松本投手の役割って何なんですか？それ役割、そこでどんな感じなんですか？基本的に喋ってる人は、まあ、栗原だったり甲斐野だったり笠谷だったりがずっと喋ってるんでそれを見守ってますね。基本的には優しく、まあ、ずっと、はい、笑いながら見てます。まあ、見てるだけでも楽しいっていう。そうです、楽しんでます、楽しい、はい。ちょっといつか動画回しといてください、それ同級生。それはちょっと撮れないかもしれないね。そんなに？いや、わかんないけど。楽しい。いや、本当にうるさいね。まあでもこういう人がね、一人はいないとね。いや、勝手にそうなります、あのメンズの中にいたら。なるほど、はい。大変そう。ニックネームなどなんて呼んだらいいですか？なんて呼んだらいい？え、それは好きに呼んだらいいと思うんですけどね。呼んでほしいものとかは特にない。ないから、そうね。そ
そうね、あ、なんだろうね、なんでも呼んでくれたらいいですけどね。え、その同級生とかチームメイトとかってなんて呼んでるんですか？呼ばれるの待つか。ああ、待つが多いかな。なんだろう、待つさん、待つ、松さんは、松さんは多いね。松さん、うん、そうやね。松んって声もありますよ。松は可愛いのがふざけてるだけなんで。そうなんですか。そうそう。まっちゃん。じゃあ結構先輩とかが、うん、あ、でもそんなでもない。まっちゃんって誰が呼ぶ？まっちゃんってあんま呼んでないね。大体松。松が多いですね。じゃあ皆さんファンの方からも確かに勇気って呼べることって、まあ他にいるからね、同じ名前が、うん、柳田勇気のつもり勇気、ね、あ、今日勇気さんコンビの特集だったんですね。そうやったんですね、うん、じゃあもう松を主体に好きに呼んでもらって、はい、肌が綺麗っていう声も結構ありますよ。いや、そんなことないと思いますよね。結構よくできるし生き物が、はい、まあ色白で有名ですよね。色は白いですね。そうですね、だって日焼けしないですし、でもずっと室内が多いし。あ、そうか。そうですね、室内多いし長袖ずっと着てるしっていうのがあるんで、はあ、はあ、はあ、はい、ですね。特別何もしてないし。特別何もしてないっていうのは女性あれだね。いや、なんかしてるでしょうって言われるあれですよ、コメントですよ。バット振ったりとかはよくしてますし、うん、いや、僕はちょうど見た時が疲れてたところだったんで。あ、そうか、大丈夫です。グローブの色、うん、松本プリン発売。ああ、ぜひお願いしたいですね。